清水駅は静岡県静岡市清水区正子町にある東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA14。運行形態の詳細は東海道線を参照。旧清水市の中心駅で現在は清水区の中心駅となっているが2018年度の乗降人員は草薙駅よりも少ない。事務官コードは 52万113。身延線経由で甲府駅方面に向かう特急、藤川が停車する。また廃止された東海も停車していた。1986年までは大垣夜行が深夜に停車していた。かつては清水港線が分岐していたが、1984年に廃止された。江尻駅で列車を待つ関東大震災の避難者たち。 東口改札口ホーム島式ホーム一面二線を持つ地上駅。ホームに接する線路が本線で、その両側にホームの内副本線がある。上り、副本線側に保線基地、下り、副本線側に保線車両の車庫が設置されている。構内の東西を結ぶ自由通路に接して、京上駅舎を備える。駅長、駅員配置駅である。 管理駅として、沖津駅、草薙駅を管理している。駅舎内には JR 全線切符売り場や自動改札機、自動券売機などがある。かつて当駅では貨物の取扱いがあり、2002年まで日本貨物鉄道の駅だった。晩年は、車扱い貨物のみの取扱いで、最後まで行われていたのは武田薬品工業の化学薬品の取扱いで、 新南洋駅から輸送されたポリプロピレングリコールを当駅でタンクローリーに詰め替えていた。2001年6月末まで現在も駅北東にある東年ゼネラル石油清水輸送所の2役設備へ専用線が続いており潤滑油発送が行われていた。晩年の発送先は塩見町駅や安全駅であった。1980年代までは駅南東にある 法年製油静岡工場へ続く専用線もあり、接着剤などの発送が行われていた。国鉄分割民営化前には、駅舎北に複数の有害者用貨物ホームが、駅東南に一面一線のコンテナホームがあったが、1984年1月に東静岡駅に集約され廃止された。現在コンテナホーム後は、保線車両の留置線及び資材積み込み所となっている。 静岡県統計年間によると2019年度の1日平均乗車人員は1332人である。近年の推移は以下の通りである。区内のバス交通は静鉄ジャストラインが運行している。路線名の前の数字は幕番号である。江尻陸地前にある桜桃子デザインのマンホール会特急藤川の隣の停車駅は藤川を ホームライナー沼津、ホームライナー静岡、ホームライナー浜松の隣の停車駅は、東海道線を、それぞれ参照のこと、注車区出店、ありがとうございます。